こんにちは、クリッカートミーです。新型トヨタクラウンとともに初代コネクティッドカーと位置づけたカローラスポーツが6月26日に発売されました。12代目となるカローラはハッチバックのスポーツを皮切りにセダン、ワゴンも設定される見込み。つながる車であるコネクティッドカーにはおなじみのスマホアプリである LINE との連携などネット接続による多彩なメニューが用意されます。こちらは別の記事でお届けします。新型カローラスポーツは TNGA プラットフォームの中でプリウスや CHR にも使われている GAC を採用。 TNGA はプリウス以来進化熟成を重ねていて走りの面でよりスポーティーにしなやかになっているそう。キーンルックと呼ばれるフロントマスクは切れ長のヘッドランプによりさらに大胆な造形になり、 TNGA の採用によりワイド&ローのスタンスに。トレッドを拡大しタイヤをより外側に配することで踏ん張り感を強調。またフロントグリルのエンブレムがトヨタマークから C と3つの花冠をモチーフにした新エンブレムに変更されています。ボディカラーはオキサイドブロンズメタリック、スカーレットメタリック、シアンメタリックを含む8色を用意。内装も一気に若返りスポーティーになっており、 TNGA による新設計でインパネの厚みを抑制しながらワイド化も実現したとしています。メーターには7インチ TFT マルチインフォメーションディスプレイを中央に配置した先進感のあるデザインになっています。さらに印象的なのがハイブリッド GZ。 GZ に標準装備されるスポーツシートでスポーティーな雰囲気と高いフォールド性をもたらしています。